インディーズバンドドマのボーカルキムドマさんが突然この世を去ったというニュースが伝えられ、哀悼の波が続いている。キムドマさんの秘宝はキムドマさんと共にドマとして活動していたメンバーのゴヌにより知られた。ゴヌは今月20日、自身のインスタグラムに昨日の状況が整理できておらず、周りのカズナにだけ連絡をしました。昨日にドマのメンバー、キムドマヌナが亡くなりましたと伝えた。 キムドマさんの死因は明かされておらず、個人の正確な死因を究明するために解剖を行い、解剖を終えた後に葬儀の手続きが始まった。ゴヌは新型コロナウイルスにより不法を掲載することに慎重を期たしている。直々に訪問するのがままならない方々は、各自の空間で追悼の時間を過ごしてほしいと呼びかけた。 28歳という若い年齢でこの世を去った子キムドマさんへの同僚たちの追悼メッセージも相次いだ。ヨゾアは謹んで個人のご冥福をお祈りいたしますと哀悼を表し、破本人、キムエウオン、ミミシスターズ、ユンドクウオン、ビリー・カーターなど多数のミュージシャンたちが痛恨の極みで個人の冥福を祈った。特にクライングナットのハンギョン録は本での個性豊かなミュージシャンたちをたくさん見てきたが、 ドマも自分だけのはっきりした色を持ったミュージシャンだった。自分の主張が強く決して妥協しなくともか弱く、それでいて強いアスファルトの間に咲いた白い花のようだったとし、空から眺めた世の中はどんなに美しいか。いつか飛行機に乗り屋上を見上げたらドマを思い出すだろう。さようなら、ドマという文で追悼した。一方、 二人組バンドドマは2015年8月にデビュー EP ドマ0.5をリリースし、歌謡界にデビューし、キムドマさんはドマでボーカル兼ギターを担当した。ドマは2017年にリリースしたファーストアルバム Drifting to an Island for Reason I Don't Know で、2018年韓国大衆音楽賞のフォーク部門音盤賞と楽曲賞候補に上るなど、音楽ファンたちから好評を得た。特に最近、 ネットフリックスのドラマ保健教師アンウニョンの後はエンディング曲口笛に参加し名を馳せた。一方、キムドマさんの遺体安置所はチョンジュヒョサラン葬儀文化院の特4号に設けられており、デカンは24日となる。 韓国スキンケアブランドドクタージャルトの日焼け止めクリームに数値偽装問題。週刊誌が報じ、本田翼が YouTube で紹介していたことから謝罪する事態に。動画も非公開に。動画は愛用品を紹介したものだったが、結果として視聴者に誤解を与えるような情報を発信してしまったとのこと。歌手ソイニョン。 22年来の友情の賞として入れた t a t o o に東用疑惑が指摘され謝罪。海外のサイトの t a t o o をモチーフに入れたところ、韓国の t a t o o アーティストの作品だったとのこと。ヨジャアイドルス人、女優ソシネにいじめ疑惑に関する公式コメントを出すよう要求。 私に関する発表がある旅タイミングよく書き込みをし、多くの人が誤解するようになった。所属事務所から祖師さんの事務所に連絡しても返信がない。